ストーリーズリマスター特典のマハナ村のライダーはビジュアルブックに掲載されていた。ストーリーズ2のアイルーはワールドのアイルーをデフォルメした。ストーリーズにおけるリベルトの装備はワールドのハンター装備とレザー装備をアレンジした。ストーリーズ1でギルデカランにレウスが現れたシーンでは BGM をゼロにするとスタッフの声が聞こえる。